おはようございます。おはようございます。谷田ゆりかです。本日はリンゴルフのトーナメントに出てくれてます、はい、谷田ゆりか選手の練習場密着動画になります、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、場所は神奈川県横浜市にありますニューツーミゴルフ練習場になります。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、で早速なんですけど、谷田選手といえば、今やってるフューチャーズトーナメント、はい、なんと2連覇、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。年間でポイントが上位3名に入ると、うん、アメリカで決勝戦をやるみたいなものなんですけど、はいはい、それは狙ってる感じですか？そうですね、アメリカのミッションヒルズでプレーできる機会をいただけるので、それに向かって頑張りたいと思います。ありがとうございます。12月が最終戦なんで、はい、狙っていただいて、はい、はい、で先月別でゴルフサバイバルも、はい、優勝、はい、あれじゃないですかすることができました。はい、勝ちすぎじゃないですか？いや、全然そんなことないです嬉しいです。絶賛大活躍中の谷田選手も、どんな練習してるのかなとか、あとはその谷田選手についてもちょっとまだちょっと知らないところもあるんで、そういうのを聞きながら、はい、今日はちょっと練習場の密着をしていきたいと思います。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。やっぱり最初はウェッジからですか？そうですね、やっぱ小さい動きからやりたいなっていうのはあります。サンドウェッジ、はい、58度です。58度、はい、練習はじめにちょっと聞きたいこと聞いちゃおうかなと。はい、いいですか？あ、もちろんです。あ、ですか。インスタを見たんですけど、はい、学生時代にアメリカにいたんですか？はい、そうです。高校2年の終わりから昨年の大学卒業までの5年半ほどいました。あー、なるほど。ゴルフは何歳くらいからやられてる？ゴルフを始めたのは13歳からです。じゃあアメリカでもがっつりゴルフを？そうですね、一応ゴルフ部に所属していました。今日本に戻られて、日本とアメリカで将来どっちでプレーしたいとかってあるんですか？アメリカでプレーしたいっていうのはずっとあるので。でも、ね、はい、まずは日本でプロテストに合格してからと考えてます。なるほどね。日本の方が多分住みやすかったり、なんかこう、ホームじゃないですか、はい。とあえてこうアメリカに行くっていうのは、はい、どういうあれなんですか？そうですね、先ほどお話しした通り、ゴルフ始めたのが13歳からと遅くて、日本は高校卒業してからすぐプロ転向をするっていうのが主流になってると思うんですけど、まず高校卒業する前までにその実力がなかったこと、あとは両親がやっぱり大学に行ってゴルフ以外のこともいろんなことを学んでほしいというのがあって、大学には行くっていう選択ではあったんですけど、その中でもどうせ大学に行くならこう語学も学べて、そのゴルフの練習環境もいいアメリカに行きたいなという気持ちがありました。なるほどね、分かりました。ありがとうございます、はい得意なクラブがウェッジっていう情報を、はい、そうですか、持ってるんですが、はい、今ちょうどウェッジ練習されてて、はい、
どんなところに気をつけてこう、うん、ウェッジ練習されてるのかな。そうですね、まあ、グリーン周りのこれぐらいの短いアプローチの時はやっぱりこうグリップを短く握るとこうミート率が良くなるのかなっていう部分と、あとはテイクバックの時にこう自分の体の高さを変えないようにもうこのまま高さを変えないイメージでは打つようにしてます。なるほど、はい、なるほどを変えないように意識してはテイクバック。そうですね、まあ、止めるところまで、まあ、打ち方によって、まあ、やっぱ高い球を打つときは、まあ、こうずっとこのままの高さではできないので、まあ、自然にこう上に上がっていくんですけど、まあ、テイクバックのところは基本一緒だろうかなと思います。確かに打ってからはどうしても、そうですね、高さが欲しいときとかはこういくので、うん、テイクバックの方は共通してるかなと。練習場の人工芝がなんか結構止まってるように見えるんですけど、はい、別に開いてないっすよ。開いてはないですけど、こう入射角の入り方によってこうスピンのかかり方が変わってきます。はい、すごいっす。いや、全然ですよ。ごめんなさい、完全にちょっとなんかみんな当たり前かもしれないんだけど、いや、そうそう、自分ができないから、そんな普通じゃ転がってるけどな、自分だったらな。でも重い球だからスピン止まってんのかな。入射角入射角、はい、いや、いいっすよね。うん、惜しいです。当たんないです。あんまりこうランを計算しなくていいから。はい。じゃあちょっと違う距離にします。
右行っちゃいます向きがウェッジある程度打って普段はこのまま次どこに行くんですか。次はやっぱ52度ですね。どんどんこう上がっていく。ウェッジ3本は絶対に練習するようにはしてます。あ、そうなんですね。さっきあれですもんね、58だけです。はい、そうああ本当アプローチウェッジを使う練習が一番多いので、本当にこのウェッジ3本は練習量多いです。わかりました。はい、あじゃあそしたら今クラブちらっと映ったんで、クラブをちょっと教えてほしいです。セッティングですか。